お疲れ様です。ラットです。今回はですね、こちらの、まあ、ジャイラバですね。前にもあげたことがあるんですけど、前はバルキリーを使っていて、今回は今強いって言われてる、まあ、プリンスを使った、まあ、こちらのジャイラバで、グラチャレの、まあ、ラストですね。こっから9勝から、まあ、12勝までやっていきたいなと思います。で、まあ、どうせこんなデッキ買ってるわけないだろうと、まあ、思われてる方もいるんですけど、この、まあ、最近の流行りの、まあ、ペッカライトニングで、まあ、相性っちゃ相性なんですけど、には、まあ、さっき勝ったりしているんで、まあ言うてめちゃくちゃ弱いってっていうわけじゃないかなと思います。ということでいきたいなと思います。で、まあ使い方なんですけど、まあラバで攻めて、またジャイで攻めて、でディガーで攻めてっていろんな攻め方ができるのがすごい強みなんですけど、問題は防衛がしんどいことですね。平均コストが 4.3 かな、なので防衛がめっちゃむずいですね。そこだけしっかりやっていきたいですね。相手は、最近ちょっとよく見かける、枯渇かな、プリンスアウトローゴーストの多分枯渇デッキっぽいですね。はい。なんでまあできるだけ、まあこれは前半には変な形を作ることを意識せずに、とりあえず防衛をしっかりしていきたいですね。で、まあ僕の戦い方は結構、ラバで基本攻めます。基本ラバで攻めます。見えます。基本ラバで組み立てて、で、その後からジャイ展開する。ジャイは、まあできるだけ後半に取っておいたり、だからラバジャイの形を作ったりしますね。なんで、メインがもうラバだと思ってくれていいですね。サブでジャイがあるみたいな感じですね。これさてはやばいかも。このラバ出しによって逆サイプリンスが来るって危ないんですけど、まあ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 。相手はまだ僕のデッキが何か分かってないんで。これはまあネックロードでいいから何でもよかったですね。でもここのラバの後ろにインドラをつけてあげたかった。そしたらこの相手のデッキはラバの処理が死んでる。あ、これあれか。枯渇や。あの自分の、ほぼ自分。が紹介してた枯渇デッキですね。これトルネードあるんですよ、相手。これザップ打ってあげたらこのインドラ残って勝ちみたいなことないかな。やだ、やばい、プリンセス邪魔すな。オッケー、処理して、はいはいはい、このインドラがやっぱ強いですね。あー、でここはもうこのバレルで落とされちゃうんで一回もう捨てます。でしっかり後ろから組み立てていきます。で、こうなったときは、もう、まあ、こっちでいいかな。はいはい。ラバインドラの形を作ってあげると、相手はしんどいので、多分スペルがトルネウッドしかないのかな。だから、オッケーオッケー。で、ジャイは、こういうタイミングとかで、相手が左プリンスですね、裂いたから、こういうときに右側にジャイとかを出してあげると、相手は防衛がすごいしんどい。と思うんですよね。ちょ、待って。相手プリンセスが多い、プリンセスが多い。待って、これアイスウィザードも出されて、トルネードで吸われてみたいな、やだ。多いな、多いな、多いな。けど、このパピー頑張って。あ、これはプリンスでしっかり受けてあげて。これもネクロ出すしかない。はい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 、溶けた、オッケー。インナラが強いな。で、こういうところでラバーを出すコストがなかったらワンチャンジャイみたいなね。まあ、すごいありだと思いますね。あー、気持ちザップ打ちますけど、そんな入らない。で、陸受けがいないから、この、これがやばい。これがやばいんですよね。このプリンスの突進が痛い。痛い痛いって、で、ここで本当はラバーを重ねたいけど、コストがない。だから、ディガーでプリンセスを処理しに行く。オッケー、オッケー。そしたら、左がワンチャンなんか奇跡的に落ちそうになりそうでもならない。待って、これインドラ相手、トルネード使わないと困る。やばい。この突進は受けたくないから、ユニット出す。オッケー、オッケー、いいよ、いいよ。で、これで、またあの真ん中にラバを出せれば、このジャイもいけるんですよね。よし。高回転なデッキに強いんですよね、このデッキ。よし。で、あの、プリンセスはしっかりディガーで処理してあげる。からの相手はインドラの処理が難しいから、インドラもつける。オッケー、オッケー。そしたらこのインドラが残るからのジャイアント出す。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。いいよ、いいよ。
ホイ、ザップって、このジャイパンチが入ってインドラも入る。と。A、よし。よし、いや、これはでかい。あと2勝。自分でも正直勝てるか不安だったんですけどね。よかったよかった。相手が枯渇で、まあ、それに勝てたのはでかいですね。バレルの処理ができないので。よし、ってことで、あと2戦ですね。いや、勝ちたいな、勝ちたい。ねえ、これは、ジャイを出したくないんですよね、後半までは。だから、まあ、ディガーかザップで、あー、これは惜しい。これ助かりますね。で、ここでラバはつけないですね。できるだけ、まあ、前半は耐えたい、耐えたい。一回待って、することなかったから、ザップ打ったらたまたまコーンまで来てラッキーみたいなやつですね。あー、これは、ディガーボーイ。はいはいはい。まあまあ、これ今のムシラも良かったんですけどね。ああ、大体プリンス、プリンセスですね。でもホグライトニングかな、今なんか流行ってるんですよね。はい。ですね。でもそれに対してこのプリンスが強いんで。で、ガゴ出して、OK。で、これ自然とカウンターっすね。OK。さて、これ相手し、ああ、でもゴブリンが強いな。あーで、ミニペもいるのか。いや、このミニペの防衛がしんどい。これでフリーズとかなんかザップとか打たれたらやばい。あーいしょ！よしよしよし、なんとか耐えて、この、ディガーで処理して、まあザップ打ってもいいんですけど、今のコウモリが来てたかもしれないから捨てて、やばい！これは相手が高回転すぎて防衛が間に合わない。はいはいはい。けど、こっからっすね。もう後半来るんで、もう前半は捨てみたいなもんなんで、こっからしっかり形を作っていきたいですね。よいしょ。ネクロも解放されましたけど、十分強い。よし。ってことで、今から形を作っていきます。で、左じゃない、右にホグ来たら、まあ、ガゴだけで軽く防衛かな。で、左に来たら、まあ、ガゴでいいか。プリンスでもいいですし、よし。これは、あれですね。右側のプリンセス処理に、あ、プリンス咲いて、やばい。このミニペ入るのやだ。まあいいや。一発ぐらい強ですね。で、このまま左側で形作って、でこの遅れて、このジャイアントなんですよね。このジャイがマジで強い。でこれで、今、インドラにターゲット取っちゃってるんですけど、あれで、ジャイがターゲット取って、パピーが全部残るんですよね。え、相手のフォーク受け。うまそう、だからジャイパピーの形が完成するわけなんですよね、いわゆる。オッケーオッケー。これはもう勝ちましたね。これはだってもう、ラバ出して、あとはユニット付け加えしとけば、相手が負けてくれますね。よいしょ。いや、マジで。絶対これ今、YouTube 見てた人、え？みたいな。絶対皆さん思ってますから、もう、こんなん勝てるわけないっていうのでも勝てちゃうんで、これ、マジで。いや、まだ勝ってないけど。本当に一回は使ってほしい。一回は使ってほしい。なんか、意味わかんないですけど、意外と強いんですね。って言って、これ待って、負けそうじゃね？やばい！この流れで負けるとやばい！本当にやばい。待って、マジやばい。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 冗談じゃない。やばいやばいやばい。待って、マジやばい。この流れで負けるとさすがに良くないよね。やばい！相手うまい！なんで？なんでそこ読んでくる？ちょ、待って。やばいやばいやばい。本当にやばい。待って。さっきシャシャッと発言した。いや、いいっす。これはもう、ジャイで。いやー、危ない。めっちゃ危ないやん。負けたかと思いましたけども。ん？ああ、ちょい待って。違う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 。なんで？相手めっちゃ粘るやん。これ、インドレターゲット取って、OK。相手はディガーを意識して。ミニペンもゴブリンも咲いた。ゴブリンも咲いた。オッケー入った。ザープやばい。やばい。やばい。待って、やばい。相手めっちゃ耐えるやん。でも、ジャイジャイジャイ。オッケー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 。一発殴って。ジャイアント一発でいいから。よし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 。ってことで今、勝ちいいので、ラストですね。オッケーオッケー。一回なら負けてももういいみたいなとこありますね。よし。いや、マジで。面白い、面白い。よし。ってことで、ラストですね。プリンスは結構防衛で大事になってくるので、避けたくないですね、インドラも。
いやでもこれはもうやばい、結構コストを使って防衛しないとロイホグめっちゃダメージ受けるんですよね、強すぎ。これディガーはなんかプリンセスが来るかもなんで取っといて、これプリンスワンチャン？ワンチャン？え？入るくね？惜しい惜しい。ロイホグメガゴゴースト、うーん、相手のデッキはよくわかんないですね。待って、これゴースト OK。 あ、相手ラバっすね。相手はラバマジアチャなんで、ラバマジアチャじゃない、あのペッカマジアチャなんですよ。だからこれをもうマジアチャにディガー当ててあげると、相手は多分このパピーがもう防衛できないみたいなとこあるんで、よいしょよいしょ。でもこれはもうラバ削りっすね。あ、メガゴ回るの早いな。はいはいはい、これは相手はラバライトニングの、ラバロイホグライトニングのテンプレですね。だから最近このロイホグの枠をコジョババにしたやつもまあ見るんですけど、この形が多いですね。なんでやっぱジャイを展開せずに立ち回りたいですね。なんでもし相手がまあペッカとか抑えてくれたら、まあ、いい感じに、まあ、今ペッカしっかり処理したカウンターでジャイとかありですね。うん、すぐライトニング打ってくるやん。でこのカン、これにペッカを出してくる可能性もあるんですよね。メガゴの可能性もあるんですよね。メガゴないのに回ってない。だからこれはラバでしっかり受けてあげます。で、さっき相手はもう調子乗ってライトニング打ってきたんで、端前マジアチしてくるぐらいかな。あー、そういうことか。うまいな。これは1個落とされますね。けど、逆にこっちも1個落とすんだよ、みたいな。だって今相手ペッカ使いましたし。ジャイのターゲットが優秀。はい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 。もうこれで、ジャイラバ、ラバジャイ、完成ですね。で、1個落としますからの、またここにラバ出してあげると、2ラバからの、はい、で、ディガーでマジアチャ処理。で、勝手にこのネクロのスケルトンが溜まっていく、アンドインドラも2体。はい、もうパーティー。パーティーですわ、こんなん。はい、もう、何が何だか分かんないですけど、やばいですね。で、もうジャイも出して、はい、はい、ボッコボコ。さては、これめっちゃ強い。やばい、ほら、やばくないですか、この絵。ラバにインドラ2のジャイネクロ。で、これでグラチャレ12勝ですからね。よし。ってことで、まあ、最後に宝箱でも開けて、親衛隊が欲しいですね。見習い親衛隊。あとは、まあ、この、ちょっと、まあ、寄付用にね、溜まるぐらいなんで。まあ、あとはゴールドですね。よし。ってことで、あ、ゴブジャイムか。美味しい。これは？まあまあまあ、何人が来てもいいと。いうことで、今回はまさかの3連勝という形で終わりましたね。いや、このデッキマジで、まあ今見てたと思うんですけど、まあ今の環境に意外と合ってるというのかな。だってコカツにも勝てて、ペッカのこのロイフも多いんで勝てたっていうことで、意外と悪くはないと思うので皆さんぜひ使ってみてください。あとよければチャンネル登録の方もよければよろしくお願いします。では、バイバイ。